微灯とは、自動車、鉄道車両、自転車、船舶といった乗り物の後部にあるライトのことである。テールライトもしくはテールランプとも言う。ホンダオデッセイのテールライト自動車の微灯は、通常をテールランプと呼ばれる。テールランプは、夜間や悪天候時などに後ろを走る車に前に、車が走っていることを知らせるためのもので、透過類の一種。テールランプの点灯は、 ヘッドライトと連動することが義務付けられている。ブレーキランプと兼用の場合には、ブレーキをかけた時により、明るく点灯する。テールランプには、車種にも夜が通常コーナーキューブを用いた、反射材が組み込まれており、後方車両のヘッドライトに照らされると光を反射して、赤く光り、夜間の中、トヨタ自動車やメルセデスベンツなどの一部車種では、急ブレーキ時に、 自動的にブレーキランプを点滅させ、後続車に注意を促す機構を備えているものがある。点灯のための光源、電球を覆うカバー部などで構成される。光源は通常電球や LED が使われる。電球はバルブとも呼ばれる。日本ではバルブを光源の意味と捉えて LED バルブと表現されることがあるが LED は厳密な意味ではバルブではない。 カバーは通常 ABS 樹脂などのプラスチックで成形され自動車の外装デザインの一部となる。カバー部はブレーキランプやバックランプ、方向指示器などと一体化したリアコンビネーションランプとなっていることも多い。日本日本の法令では道路運送車両法に基づく保安基準により後面の2カ所に赤色の透過をつけることと決められている。 二灯を両側に配置する場合には、車体中心より対象の位置とする必要がある。また二輪の自動車においては、微灯を一灯とすることができる。明るさは、光源が5ワット以上30ワット以下で、夜間300メートル離れた位置から視認できる、焦度であり、その照射光線は、他の交通の妨げないものであることとなっている。なお LED については、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示2008.1015別点64尾等の技術基準を参照。ホンダフィットハイブリッドのクリアテール従来赤いテールライトカバーのみ許可されていたが赤以外であっても発光時に赤色の光を発生させることができれば適法となった。そのため自動車のドレスアップとしてクリアテールと呼ばれる無色あるいは 白色のテールライトカバーやレンズのみ着色されているユーロテールに変更することが可能となった。当初、アフターマーケットのみであったが、自動車メーカーや自動車ディーラーでこれをオプションとして用意している場合がある。テールレンズが劣化して色が抜け、当下の色がオレンジやピンクになると保安基準違反となる。ブレーキランプを停車時に点滅するような改造をした場合も、 同様に検挙の対象になる。テールランプとは別に赤色の反射板を装備することが義務付けられている。この反射板は通常テールランプカバーに一体成形されている。クリアテールへの交換で反射板が無色になった場合は赤色の反射板に交換しないと違法になる。欧州テールランプの他に欧州ではディアフォグランプの装着が義務付けられている。 フォグランプの項目を参照。米国後部方向指示器とブレーキランプが兼用になったものが許可されており、北米生産者、さらに日本生産の北米使用者の中にも兼用タイプの車種がある。近年では自動車や二輪車などの市販車のテールランプ及びストップランプの LED 照明化が進んでいる。これらのタイプにはテールランプとストップランプを 同じ LED で兼用するタイプと、テールランプとストップランプを別の LED を使用するタイプとある。またトラックなどでは、ディーラーオプションとしてのラインナップもある。中には、車両のマイナーチェンジ時に照明部分だけ、LED 化されたリアコンビネーションランプの部品一式を購入し、マイナーチェンジ前の車両と交換するユーザーも少なくない。LED を用いて、 デザインに趣向を凝らした自動車の微等従来の白熱電球は電球自体の体積と反射器の容積が必要でどうしても外見上は四角形など発光面を単一的に広く取る形状にならざるを得なかった。だが LED ではごく小さな素子で大光量を発生させることができるため小さな素子を複数個並べたり同光板と組み合わせたりすることで デザインの自由度が格段に向上した。安全面の意味合いとしても注目されており、コイト製作所など LED 化に注力する自動車用発光部品メーカーもある。白熱電球は通電されてから最大光量に達するまでに約0.2秒を要するため、ほぼ瞬時に最大光量に達する LED のストップランプであれば、 その分早く自社の制動を後続車のドライバーに認知させることができる。時間的にはわずかな差であるが制動開始が0.2秒早ければ時速1 0 0トルで走行中の場合では5ル以上手前で停止できることになる。実用的に優れた LED だがファッション的な要素を求める傾向もあり、さらにアフターマーケットでは LED 化されたリアコンビネーションランプなど 手軽に交換できる電球型 LED が相次いで発売されている。しかし、それらの中には、規定の光量を満たしていなかったり、逆に明るすぎて、後続車を減惑するなど保安基準を満たさず車検、非対応のものもあるので注意が必要である。正規ディーラーでは、純正ではないことを理由に、車検を断られたり純正品に戻すことを求められる場合もある。他にも、 電気知識を持つ車両ユーザーや業者による自作品も多く、これらの自作品については、ファッション重視か、車検対応で、省エネ重視かで大きく分かれているところがある。ファッション重視の場合は、電子パーツを使用して、マークの造形や点滅などのアクションをさせようとするもので、車検対応で、省エネ重視の場合は、白熱球より大幅に消費電力が減少することから、 電気系統の慢性的な電力不足を解消させようとするものであり、旧型車やオートバイのユーザーが行うことが多い。なお近年製造された車両には、透過類と各種制御装置が連携しているものがあり、LED に交換すると消費電力の変化により、制御装置が正常に動作せず不具合が発生するとして、一部メーカーでは注意を呼びかけている。 また白熱球時代と違い発光体単体での交換を前提とした規格化がなされていないため正常に発光しなくなった場合はアッシーごとでの交換を強いられる。これはすなわち修理費用の増大を招くだけにとどまらずアッシーが絶版品となった場合はその車両の継続運用に支障をきたす事態に陥ってしまうことも意味する。自転車の反射板日本において シティサイクルなどの一般用自転車では微糖が取り付けられることは少ない。自転車には交通放棄により赤色の反射機材か微糖のいずれかを付ければ良いことになっており、一般用自転車は日本産業規格により反射機材であるリフレクタが装着され販売される。近年は一般用自転車には暗くなると自動で点滅する LED が内蔵された。 リフレクタが取り付けられていることがある。自転車用の自光式の微灯は、ロードバイクなどのスポーツ自転車の愛好者を中心に、電池による LED のものが普及している。なお、長距離耐久サイクリングであるブルベでは、参加にあたって、自光式、不動光型の微灯を取り付けることが決められている。微灯を点灯させている、鉄道車両赤色反射板を取り付けた。 貨物列車鉄道においては、後続車両等に存在を示すために使われる。法律的には、鉄道標識のうち後部標識という扱いであり、最後部車両の後面に赤色灯、または赤色反射板を1個または2個取り付ける。大抵の鉄道車両では、車両背面に赤いライトが2つ付けられており、光源に LED を採用することもある。 JR 東日本の651系電車、E351 系電車などでは、先頭車正面に設けた LED 式大型表示器の一部に赤色の長円形を2個表示することで微灯を兼ねている。新幹線では、0系をはじめとする国鉄時代の車両では、全部標識灯に赤いフィルターをかぶせることで、同じ光源を後部標識灯として使用する構造になっていた。 貨物列車や近年の客車上イフルトレインでは最後尾となる車両に自ら発行するテールライトではなく直径20センチ程度の円形の赤色反射板を取り付けて代用することが多い。JR 東海では美観上の観点から旧型客車運転の際には反転式赤色円板に反射材を貼り付けたものを使用していたこともある。一方で降雪の多い東北。 北陸方面やその地方と直通する列車などには、非視人性の観点からバッテリーを内蔵した、下半式の微灯が2つ通年で取り付けられる。この下半式微灯は、おのので、スイッチが独立しているため、入れ替え時に向かって、左側を点灯、右側を消灯させることにより、入れ替え灯として機能させることもできる。電車の場合は、入れ替え中の車両において、 進行方向の両側の微灯と全小灯を同時に点灯させる場合が多く見られる。なお、大手施設では、有刀列車として運転する際、正面に通過標識灯と呼ばれる白色灯を点灯することがある。使用目的自体は微灯と異なるが、形状が似ているため微灯と兼用になっていたり、デザイン上一体化していることが多い。詳細は、 通過標識等を参照。路面電車においては、後続車両などに存在を示すほか、自動車や歩行者に制動中であることを知らせる、設備でもある。点灯方法は、事業者や車両形式によってまちまちであり、大きく分けて、自動車と同じく制動中は明るく光り、それ以外は、現行するケース、後部標識等と、独立して、ブレーキランプが設けられるケースがある。 後部標識灯と独立してブレーキランプが設けられるケースでは、広島電鉄3900系電車のように、ハイマウントストップランプのみがブレーキと連動する方法、熊本市交通局1200系電車のように、後部標識灯が赤、ブレーキランプはオレンジと異なる色で点灯する方法などがある。TC-90 練習機の微灯機体に取り付けられる灯の一つで、 機体最後部に白色の灯過を設置することが義務付けられている。飛行中の滝から見て時期の進行方向を表示するもの。海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約に基づき、日本国内では海上衝突予防法により、夜間はできる限り線尾近くに水平範囲135度内に白色光を投降させる。 先微刀を灯すことが義務付けられている。メルセデスベンツアダプティブヘッドライト2008年10月15日に改正。これ以前は上限のワット数指定がなかった。車種にもよるがテール部分ではなくバンパー部分に取り付けられている場合もある。市販 LED バルブ装着についての注意事項のご案内三菱自動車工業。ありがとうございます。